ザバスの大好きなこの飲むヨーグルト、まあ夏だしこれ。ではでは、はい、どうも、まつきです。今日の動画はなんですが、なんかちょっと恥ずかしいんだけど、冷蔵庫を紹介しようかなと思ってて。っていうのも、ナイトルーティンでちょっとチラッと冷蔵庫が見えてしまいまして、それでまあ、紹介する流れになったということで、私、22歳、一人暮らし歴4年の冷蔵庫ですね。女の子。まあ、世間一般の22歳の一人暮らしの女の子の冷蔵庫ってどんなんか知らんけど、まあ、私の場合、まあ、どんなんか見てみましょうかね。もし期待してる方がいたら、今すぐ退散してください。はい。では、お見せします。でーん、こいつが私の冷蔵庫です。こんな感じで2段になってる冷蔵庫で、上京した日からこいつと共に過ごしてるんで、使用歴は4年じゃない？まあ、一人暮らしだったらちょうどいいサイズであろうっていうサイズかな。うん。では、開けます。うわ、中屋だな。オープン。ギャーン。あれ、今開けた瞬間すごい映えな感じしたけどね。こんな感じ。うわ、ちょっと嫌だけど、まあ。まあ、ちょっと最初にちょっとこっち目行っちゃうよね。こっちから紹介するか。このね、扉のね、上の段には必ず、缶チューハイが入ってます。で、今、ストロングの味が3缶あるんだけど、これなんか箱買いして4種類ぐらいの味のやつを。氷結のね。で、それを毎日っていうか、まあ、ここに、まあ、大体3、4缶ぐらい常備してます。なんか、帰って、晩ご飯とともに飲みたいなって時に飲みますね。これ、グレープ、ライムシークワーサー、ピーチ&マンゴー。美味しいよ。まあ、ピーチ&マンゴーはもう特に好きな味だね。で、コンビニでさっきめっちゃうまそうなの見つけて、マンゴーミックスってやばくない？今日もう動画撮り終えたらこれ飲もうと思って買いました。なんでこいつ新入り。まあ、あとまあ、まあね、こういうわさび生姜とか。で、下の段行くと、調味料類というか、もう、そうですね、醤油とか、あと私もうめっちゃサラダ食べるから、家でごまドレは確実にある。家の中にごまドレは必須。青じそも買った。あ、これポン酢か。味ポンで、すりおろしオニオンもあるね。あとまあマヨとケチャップって感じで、で、あとヨーグルトもすっごい食べるのよ私。箱のタイプのヨーグルトを買った時にかけるソースですね。こちら中にドンと来ますと、こんな感じでですね、わあ、ちょっとこう見たら多分わかると思うんだけど、私ね、なんか2本こう買っておきたいんだよね。こういう、なんだろうね、もうどうせ毎日飲むもの。これ最近ハマってて、ザバスのね、まあ、タンパク質、高タンパクですごい、脂肪ゼロの、ザバスってまずいイメージがあるかもしれんけど、これめっちゃ美味しくて、毎朝飲んでるやつ、毎朝とか、まあ、ジム終わりとかに飲んでるね、割と。ここ最近ハマって毎日飲んでて、これのバナナ味もめっちゃ美味しかった。からハマってます。あともうね、高校生の時から好きなのは豆乳かな。豆乳はもう定番で好きですな、昔から。で、やっぱこう、さっき言った通り、ヨーグルト毎日、食べるって言ったんで、ヨーグルトは確実に冷蔵庫に毎日あるようにしてる。朝食べるね、これ。朝か、ま、夜、晩ご飯の後とか、1日1個食べます、ヨーグルト。で、これも、飲み出したのが、なんか結構便秘気味だったんだけど、この飲むヨーグルトを飲み出して割とね、便秘は治りましたって感じで、これすごい、なんか内臓脂肪減らすとか書いてるし、なんかよさみだから買ってる。これもね、一時期ひどい時は本当に5、6本は常備してないと不安だった感じかな。今2本しかない。この裏、裏にもあるよ一応。この裏にも増えていて、これめっちゃめちゃ、あー、ちょっとちょっとちょっと、これおすすめしたいのがこちらでございます。はい、こうおすすめしたいのがこれ。
あのね、私岡山県出身で、岡山であの撮影した時に買って帰ったんだけど、岡山のあの地ビールがあるんだけど、そのあのマスカット味のビールで、そうマスカットピルスっていう名前で、なんか普通お店で売ってたの、400円ぐらいで、でうまってなって、お土産売り場で200円ちょっとかな、2、300円ぐらいで買えたから、もう買って帰ったの。マスカット味と、こっちがピーチ、まあ、岡山の名産といえばマスカットとピーチだからっていうのもあり、この2つがめっちゃうまい。まあ私的にマスカットの方が味は好みだったけど、まあどっちも美味しいね。僕栓抜きがさ、まだ買ってなくて、私この間ベルトで開けたんだよねベルトの調節するところで、そうだから栓抜き買わんといかん、大変これ。ちょっとね、あ、冷蔵庫はわーん言うてる、はい閉めろ言うて、こんな感じで、まあちょっともう夏ということで、なんとなくこれ入ってるな、はい、アクエリアス入ってます。あと上は、あ、上マッコリだね。これはなんかこの間その仕事でチェジュ島に行った時にみかんマッコリを買って、これだけお土産片手に買って帰りました。はい、あれ待って、あ、まだびっくりした、賞味期限切れたか思うとか、これ2本買って帰った。これも結構甘めな、マッコリすごい好きなんよ私、だからこれもね一人でチビチビ飲むにはちょっと量が多かったわ。あれこれなんじゃなんじゃとか言って、あー焼き肉炒めた時に使った焼き肉のタレじゃん。あと下、ね、そう毎日ねサラダ類 を食べるんですよ。まあ外食以外の時は基本的にこう一人で丼サラダって言って丼にサラダを入れて食べるんだけど、だからこういう洗わずそのまま食べれる系のサラダは一袋、これでも賞味期限が割と早いから絶対翌日食べるだろうなっていう時に前日にコンビニとか行ってとりあえずまとめ買いする。ゆで卵とか、ゆで卵はね本当に体にいいから食べます。あとサラダシーチキン、これ日持ちめっちゃするよね。そう、まあ、これはこのままじゃなくて普通にサラダの上にかけたりとかする。で、あと私の大好きなカニカマっすね。カニカマもうほんと大好き人間だから、私カニカマはいいよ。もう今見てて食べたいもんなこれまあお酒のつまみとか、なんか小腹減った時に絶対食べる、まあお菓子感覚、おやつ感覚で食べます。なんでこれサラダチキンソーセージ、なんか美味しそうなの見つけたから買った。まだ食べたことないんだけど、サラダチキンすごい好きで、そうなんかソーセージタイプがあったから買いましたって感じかな。割となんか物少ないかもな。まあ料理とかももうな、ほんまにな、あの彼氏とかおらん限りせんからな私彼氏とか人のためにはね、友達とかのためにじゃあ作らんからね普段。でこれがね、あの鳥貝っていうね、あの焼酎なんですけど、これはすごく美味しいんですよね。米焼酎なんですけど、はい、割とね甘めで飲みやすくて大好きなので、これは冷やしてね置いてますって感じかな。まあ上の段はこんな感じでした。バーン、はい。そして次に下ですね、じゃーん。私はもうこの時期朝とかはね割と朝アイスをすることが多くて、朝をまあ3つぐらいは冷蔵庫に入れるようにしてます。チョコバリ、チョコバリってめっちゃうまくない？私これもう昔から好きなんよね。これの箱のタイプもあるけどさ、この大きいタイプがすごい好きで、なんかこれだけでちょっとお腹膨れるしすごい好きです。これ美味しいんだよな。このアーモンド、ナッツか、この周りについてるナッツがバカうまいから大好き。これもで、これ見て、最近そうコンビニで見つけた抹茶のクリームブリュレ、まだ食べてないんよ。どうせうまいじゃんこれ。もう私抹茶大好きなんだけども、どうせうまいから買いましたこれ。早く食べたいです。ほんでまあ夏だし、パピコの、なんかすごいこれ、私がアイス好きだからアイス乗せてたら、フォロワーさんが、美味しいよ、パピコの桃って言ったから、買った。
これ楽しみ。なんかジム終わりとか熱々ってなった時に食べたいな。でまあ氷一応ね作れるんだけど少ないから上で作れるのが。だからもうねあのお酒をウイスキーとかロックで飲む時にこの普通の氷を入れるから氷の袋を買って。あとさあ餃子、なんか友達が遊び来た時にマスキ餃子好きそうって買ってきたけど。あとこれアサイボールにすごいハマってて私で家でアサイ作ろうと思って大量に箱買いしてめちゃめちゃ買ったのよ。この下の方めっちゃ買ったんだけど、なんとミキサーがそういえばないっていうことに気づいて、そっからまあ、これ日持ちもするからあれなんだけど3ヶ月経ちました。もう1個も家で作ったことないのっていうね。あでも火傷した時にこれ保冷剤代わりにちょっと手当てたぐらいかなでもアサイは作りたいなーって感じ。うん、よいしょ。あとなんかお湯入れて注ぐ系のなんか味噌汁とかすごい好きで、このたっぷり野菜めっちゃ好きなんだよなこのシリーズ。あとなめこもすごい好きだからこの2つはもう大好きです。あとまあ、ちょっと牛一人暮らしのさ悩みであるんだけどさ、牛乳ってすぐ賞味期限なくなるからさ難しいから、ちょっとちょびちょび食べる感じになるんだけど、フルグラもすごい好き。ヨーグルト箱で買った時と箱のねタイプのヨーグルト買った時とかはこれを入れて、ほんでこれを入れて、でこのテンサイオリゴ前多分ねモーニングルーティーンで紹介するんだけど、するかしたかまあ分からんけど、これもね入れてます。もう一人暮らしって感じでしょ、こういうさこういう牛乳で入れて朝ちゃっと食べれる系みたいな。はい、助かります。はい、そんな感じで私の冷蔵庫の中身でしたはず。まあねちょっとお見せするもんじゃないかもしれんけど、割と私ハマったらずっとそれを食べちゃうとか飲んじゃうタイプだから、うん、割と基本的に今はこの並びかな。はい、ではでは料理できるように、一人でも自分のために料理できるように頑張ります。多分キャミキャニューカムトゥ